男子49キロ級で3大会連続出場で56歳の三浦博士、東京二毛サイトは127キロで9位。入賞、8位は逃したが、16年リオの記録を1キロ上回り誇りを持ちたいと充実した表情だった。以前はライブスタッフとして働き、長渕剛らアーティストを支えていた裏方。 今大会直前には長渕から激励の言葉をもらっており量を超えられましたとお伝えしたいと感謝を口にした。28年ロサンゼルス大会まで現役を続ける考えを示しまだ来ているのかと言わせたい。自分の意志があれば人間は成長できると前向きに語った。